こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、実況中継またやっていくんですけど、オープンマインドって言ってですね、報道ステーションで使われてた曲なんですね。沙織ちゃんとやった曲で、以前その動画だけは上げてあるんで、そっちも演奏だけ見てもらっても全然構わないんですけど、この曲メロディーはすごいキャッチーなんですけど、アドリブの部分がかなり難しくて、もうお客さんもポカーンみたいな感じで、ライブ見てても、その沙織ちゃんのアドリブが終わった時も、誰もこう、拍手していいんだろうかみたいな感じになってるんですね。なので、これちゃんと、こう、譜面も出てきて、何を狙ってやってるかっていうのを、考えてもらうとかなり楽しめるかなと思います。このフレーズの一番キャッチーな、ダンダンシャバラバダバララっていう、こう、ベースのラインがあるんですけど、でここが4拍子なんですね。ファンクのパターンでやってるんですけど、これ3回やって、4回目は、ダッツクドゥッター、1、2って、ここで4分の2拍子が1回入ります。で、タッタッチャバラバリルルルダバララッタッタラっていう風に、ここは、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーという風に取るように作られて、ずっと同じ3拍子なんだけど、取り方が大きい3拍子になってます。で、同じのが、タッタッチャバラバリルルルダララダ、タッタッ、タッタッ、つっかたーん、だだんだだっていうのが、ここが上の4分の2を感じさせて、これ4分の2なのかと思わせたら、実はこのフレーズは、4分の3の3拍目から入ってきて、ひっくり返って聞こえるんですね。で、一拍またひっくり返って聞こえて、ここがだからすごいミュージシャンみんな間違えます。僕も最初の頃やった頃は毎回毎回ここ間違えてましたが、まあ僕はもう慣れてるんで、もう全部アンプなんで、全然平気なんですけど、今回ミュージシャンがちょっとバタバタってミスしたりしてます。それも書いてあります。で、まあ、ワン、ね、やっぱプロなんで、すぐ戻ってくるんですね。どんなに、こう、んってなったとしても、必ずその大事な音は必ず当ててくるんですね。そこはもう完全にプロって感じですね。で、もう一回 A があって、まあ、ひっくり返って聞こえて、でもここでワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーって感じで、こう、盛り上がっていきます。サビの部分は、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーですが、で、ここで、三拍四連っていうのが入ります。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー。このワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン。この一拍の長さは一緒だけど、3と4があるということですね。こういう動きをします。で、ここの、ターバダーバダー、ワン、ツー、スリー、ターバダーバダー、ダン、ツー、スリーはなんかこう、ロッカバラードみたいな、ファンクみたいな。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。で、ダン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 って決めるんですね。ここが5拍で決めて、サックスがタバダ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 バっていう、こう4拍含んで、ここも変拍子に聞こえますが、このまま3拍子です。で、ダッツターってこう1拍半になって、で、またタッタッタバラバリララダダバララッタッタラ、タッタッタバラバレバダバダダダダ、ワン、ツー、ここ4分の2が入って、またファンクに戻ります。で、ずっとこれを繰り返すばっかりなんですね。なので、演奏としては、こういう譜面がずっと、まあ、難しいこと書いても仕方がないんで、最初ファンクやってますよ。4分の3が12小節ありまして、4分の3が12小節あって、これが AA ですね。で、2回目が、サビの部分が4分の3が16小節あります。で、最後の4分の3のところは、3拍子のところの同じメロディのところは8小節になってます。だから最後の1カッコ2カッコの部分の付け足しの部分がなくなってるんですが、この、ここのファンクに行くとこだけ4分の2っていうのがこれ存在してるんですね。ここだけ絶対ミスらないようにしないと、もうどこやってるのか全然わかんなくなるみたいな感じの曲なんですね。で、3拍子の遊び方ってことなんですが、3拍子はさっき言ったみたいに、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーっていうこう、ずっと拍子でずっとアドリブしてます。これを、ワン、ツー、スリー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 ってやると、3サイドから見た2ってやつですね。要は3から見ると、2が聞こえるんですね。ちょうど2で割れるってことですね。こういうこの2で、要はみんなが3で言ってるけど自分は2で行くみたいなんですね。実況中継の、楽しみ方っていうビデオでお話ししてますけど、相手と違う拍子でこう横目に見ながらこう分離して動いていくってことですね。あと3拍子はですね、2で割ると、ワン、ツー、スリー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 、ワン、ツー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 、スリー、ワン、ツー、スリー、という分離の仕方もあります。
あとですね、一泊半から行くと、さっき言った4連ってやつ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。これをみんな行ったり来たりして遊んでます。だから、みんな、4やったり、3やったり、2やったりしてます。これはなんでかっていうと、要は、アンサンブルっていうのは到達点に向かってアンサンブルしていくので、ずっとみんなが同じ道を歩いてるのではなくて、自分はこっちに行くよ、自分はこっちに行くよ、みたいなね。コメントに書いていただきましたけど、その買い物に行った時のやつが腑に落ちましたって言ってますが、なんでこんなことするかっていうと、ずーっとみんなでこう3人で歩いてたらこうつまんないわけ。それ楽器の特性もあるんで。だから買い物に行った時に、奥さんがこう服を見ててね、ずーっとずーっと男の人がついてもらってる、で子供もずっとやってる、この子つまんなくなっちゃうわけじゃないですか。だからまああなたは電化製品見てたらって言って電化製品来ない。まあ男の人は電化製品好きですね。で、子供はもうじゃあゲームセンター行って。12時になったらじゃあフードコートで一緒になろうね、みたいな。そんなイメージです。だからこうバーってばらけて、ドンってぶつかるみたいな感じですね。その、この到達点が一緒だったら、アンサンブルっていうのはすごく成立するんですね。だからみんながこう、ふーって違うことやり始めたとしたら、みんながぐちゃぐちゃぐちゃってずれたら、こっちは大きく取ってて、で、フレーズがドンって当たるっていうのがアンサンブルなんですが、こういう4分の2が入ってたりとか、こう、変拍子がこういっぱい入ってたりとかすると、変拍子っていうかね、こう4分の2とか、この4分の2が入ったり、4分の4になったり、4分の3になったりするとこが、ここが、まあ、要はハードルが置かれてるわけですね。そこのハードルをミスらないように自由に飛んでおかないと、こう、自分は違う道行ったけど、あ、もう乗り遅れちゃったってなると困るので、必ずこういう、こう、ハードルのあるとこでみんな戻ってきます。こういうのが、多分、この、右下に、こう画面の右下に譜面が出てるので、画面の右下のこのポイントが、この赤のポイントがどんどんどん変わっていくところに向かってフレーズがみんなできて作っていくので、これを感じていただければめちゃくちゃ楽しいと思います。それでは聞いてください。矢野沙織ちゃんバンドで、オープンマインドです。
今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。